大相撲秋場所4日目、2024年9月11日両国国技館、大相撲秋場所は11日、東京、両国国技館で4日目の取り組みが行われた。今年の春場所での大関昇進後、初の3連勝発進と勢いに乗る琴桜は前日に大関、豊昇龍を破った東前頭2枚目、熱海富士と対戦、寄り切りで4連勝とした。 成績次第で大関昇進の可能性がある関脇大の里は過去3戦全勝の東小結大栄翔を立ち合いから一気に押し出して4勝目を挙げた前日過去1勝11敗と天敵の高野勝を破り3勝目を挙げた霧島この日は東全頭3枚目御嶽海を寄り切り4連勝とした今場所初日から急上している横綱照ノ富士に加え 3日目からは関脇、貴景勝が休場。5年ぶりに大関から陥落し、10勝以上すれば1場所での大関復帰が叶う今場所だったが、慢性的な首の痛みにより場所前は実戦稽古が再開できず初日から2連敗。休場を余儀なくされた、琴桜は前日に大関、豊昇龍を破った東前頭2枚目、熱海富士と対戦。寄り切りで4連勝とした。 成績次第で大関昇進の可能性がある関脇大の里は過去3戦全勝の東小結大栄翔を立ち合いから一気に押し出して4勝目を挙げた前日過去1勝11敗と天敵の高の勝を破り3勝目を挙げた霧島この日は東全頭3枚目御嶽海を寄り切り4連勝とした今場所初日から休場している横綱照ノ富士に加え 3日目からは関脇貴景勝が休場5年ぶりに大関から陥落し10勝以上すれば一場所での大関復帰が叶う今場所だったが慢性的な